ごぼう目標を達成することを一つの目標としています。この地域で貿易投資の自由な円滑化を進めてまいります。今年はいよいよそのごぼう目標の先進国と目標年であります。私たち近くの地域の貿易投資を仲介したために、さらに